本日のヒーロー、まずは細井ゆうき。3回連打連打つないだチャンス同点でした。どんな気持ちで投げましたか？そうですね、前のラッシュバッターがつないでいたので、もう一点、もう一ところ集中して打ちました。そしてラッキーで打った瞬間のホームランでしたね。何度か対戦したピッチャーだったので、狙った球が来たので思いっきり打ってホームランになりました。安定のホームラン。今週の横浜スタジアムの6連戦4発のホームランとなりました。たくさんの援護を聞きました。試合を勝つことができましたので、まだまだシーズン残ってますので、これからも頑張っていきたいと思います。さあ、いよいよ9月最後の戦いが始まります。ファンの皆さんに知らせてもらおうと思います。そうですね、一回結構残ってますので、ファンの皆さん、引き続き大きな声援で応援してください。それで、クライマックスと一緒に行きましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。最近練習ずっと野手の一人でピッチャーに迷惑かけてたんで、なんとかつなぐ意識が結果に出ました。バッティングも素晴らしい活躍、さらに今日は後投手のリレーとなりましたが、キャッチャーとして今日のいただけますか？先発のマスコースです。私はやらなかったんですが、なんとか後のピッチャーが伝えてくれたんで、なんとか一瞬に手を守ることができました。さあ、では日本選手、あさってからドラゴンズ戦、そしてまた週末ここ横浜スタジアムジャイアンツ戦となります。力強い一言、ファンの皆様にお願いいたします。まだまだクライマックスの可能性が残っています。自分たちも一緒にいるので、皆さん一緒に頑張りましょう。では、バードアンチャンピオンのアイナム横浜タオルを持っていただき、では、エリー選手にアイナム横浜コールをお願いいたします。では、スタジオの皆さんも一緒に声を出していきましょう。勝利について、アイナム。